え皆さんこんにちは加計白役の西島秀俊ですドラマシリーズからまずっと本当に応援して来ていただいてこうやって直接皆さんとお会いできてこうやってお話できることがもう本当に本当に嬉しいです、えー、今日は楽しんでいってください、えー、矢部剣次役のうちの聖代です深夜に、えー、15分間でしたっけ30分間 <laughs> 深夜にやってたドラマがこんな大きなス,スクリーンでやるということでね えー、僕たちはちょっとこうもっと深夜枠でこそこそやってたつもりだったんですけど <laughs> <laughs> なんかこんな晴れやかなところに来まして皆さん大画面で見ても鬱陶しく思わないでくださいよろししくお願いします <laughs> <laughs> 西島さんはね <laughs> あのさっきも申し上げましたけどめちゃめちゃスイーツ好きなんですよね、はい、なのでさっきも僕のところにあのなんか「支持保証おめでとうございます」ってプレゼント持ってきてくださって<ー>その時にあの僕の楽屋入ってきて「 ここになん、ですよね <laughs> 西なドーナツ食べたでしょって言ったら当たりですよね <laughs>、ドーナツいっぱいあって <laughs>、それぐらいもうこの方はもうスイーツ好きなんですよね。<まあ S 2> <laughs> 先につまんじゃってたんですね。そうですね。<laughs> せっかくこうね <laughs> おめでとうって言って,言ってんのに、うん、あついてる口ついてくるからいやいい口はいいんですよっていう <laughs> もうそれぐらいもで、ね、もう今回もあのいろんなこういうねキャンペーンでいろんな番組出させていただいたんだけどあのこの間はねなんかの番組でモンブランが出てきてあのしかも巨,巨大なこうモンブランが出てきて、はあ、それ試食するのに。 ももう食べられなないです1人1人,2人用なんですよその番組最近ずっと食べ続けて,て <laughs> ペロッと完食しててそれぐらいもうすごいスイーツ好き回ってるのにずっと食べてたんですねずっと食べてらっしゃいましたね <laughs> あ素敵ですもう<当>否定しないということはねじともに認めるスイーツ好きですね <laughs> そうなんですねこれも <laughs> 見たことない収録中でペロッと食べたの皆さん聞けてないですよねマル秘エピソードですよね <laughs> あ <laughs> あとはあれですね密かにやっぱりすごい鍛えてらっしゃるんでこう見えてすごいス,スレンダーに見えるでしょでもこうやって触ると触るのは僕だけしか許されてないんですけど <laughs> す <laughs> 触るとすごいマッチョなんですよね<ー>それは多分皆さん知らないかあもう違う番組で知ってるかもしれないけどあのすすすごごいいいでさんらこの番組 <laughs> この作品では一切脱ぎませんけど <laughs>、はい、想像してください。今日だけけの特別聞けましたね <laughs> 西島さん、はい、内野さんに対してなんかこのこんなん知ってますよみたいなのありますあの、ね、内野さんは賢治の,の役はやっぱり細くて色が白くないといけないって言って <laughs> すいいませんでしたいや、違う違うう、まあ、撮影前からやってたらしいんですけどそのす、まあ、撮影所で撮影してスタジオから。 その控室まででちょっと歩くんすよね5分ぐらいかなその間も日焼けしないようにもう完全防備でもうあの何ですかこうこういうやつあるじゃないですかあのこう日よけのこうでかい参拝座みたいなあれまでして控室まで歩いてて東方でめちゃくちゃ有名になってるあの人誰なんだって言って顔見えないから俺焼けやすいから。 そう<の>だから走るのもずっとそれで走ってたんでしょうそうですね相当<外を笑>まあ内野さんって分かんないけど <laughs> あの格好だと相当目立ってたと思いますよあのこうマスクをして,あのマスクをて顔までマスクのをうこうやってあしてしてサングラスしてあのおでこにはターバンみたいなの巻いてその上から <laughs> あのよくあのママチャリでよくね っってらっしゃる母さんが使ってるやつあるじゃないですかでっかいやつ <laughs> <laughs> あれをつけてもう絶対あのすぐ焼けちゃうんで絶対焼けないようにしてねその下にはもちろん UV クリーム塗ってるで一応ねで手には手袋して <laughs> でおまけにそれで日がさしてあのスタジオこうやって歩いてたんでそれぐらいだからそ,うそれでもこの程度なんでいやいややってるんですよだから本当に徹底して。<laughs> 僕、一回だけ現場ご一緒になりましたけど、派手な強盗が入ってきたんかなと思いましたね。服装派手だけど、全部守ってるみたいな。ししてまたねあれはすごかったですね。これ、皆さん知らなかったですね。嬉しいです。ありがとうございます。ドラマはもう、のすごい数食べてきましたね。何かな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 何かった？かな

あれ磯本さん聞き聞ましたっけ？自分で作ったやつは僕<う>あの,ーね、僕あのチゲですか？うん、チ,ゲチゲはあのチゲも美味しかったです。あだけどあのあの実際に食べるときはその料理のコーディネーターの方が山崎、うん、さ,さんが山崎さんが、うん、僕あの実際に作って自分の食べたんですよ。 めちゃくちゃしょっぱかったんですよねそうなん汚してたよね鍋の周り本当に失敗しちゃったんです綺麗に作れよって思ってた失敗しちゃったんですけどあの次は本当にできちゃんとできてるのは美味しかったですね癖になりますちゃんと美味しいからあの素敵な顔も見れるということですよねすいません質問ありがとうございましたありがとうございます今ムービー用に手振りでいただいておりますありがとうございます 今、右側の方に、ムービーの右側の方に目線をお願いできますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい。